はい、どうも、VIP です。やっていきましょう、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。ということですね、本日なんですけどもね、OB 第5弾がやってきましたね。はい。いやー、やっとガチャ動画ですよ。もう育成しちらかしてね、B ランクがいない、A ランクがいない。この枯渇してる時にやっとガチャが来てくれましたね。ちょっと見てみましょうか。はい、こちらです。OB 第5弾で、確定がないですね、5弾なんで。で、チャーニングポイントで、感じかな。うん。で、サウンドトラック発売と。はい。まあ、もう早速選手見ていって、ガチャ引いていきましょうか。はい。はい、じゃあ、ソフトバンク、新垣、渚投手ですね。いつぶりや。僕が多分、日本一になった時の代ですね。出たのが。懐かしいですね、バニッシュボール。強かったんよ。いや、強かったてか、まあ、けど、僕、決勝打たれたんですよね。まあ、バニッシュボール、高さが、その、どこからでもね、落ち幅が変わらないんで、まあ、超高速フェードやったこのね、バニッシュボール意識すぎてツーシームが打てないっていうのが多分王道パターンになると思うんで、強いですよ、おそらく。僕欲しいですね。下手しい1番の狙いじゃない、ちょっとパッと見た感じね。で、奪三振、キレ、荒れ玉。まあ、荒れ玉つけずにキレだけつけるかな。まあ、奪三振と。荒れ玉あんま好きじゃないよな。狙ったとこ行かへんから。まあ、欲しいですね。はい。あ、山内さん。山内さん強いよね、ロッテ枠で。まあ、ただね、ちょっとスピリッツがもう3500なんで、無理して取る必要はないかなと思ってます、僕は。純正の方は絶対いると思うんですけど、まあもうグランドオープンもね、今月、多分おそらく来るんで、まあ、そこでスピリッツが3700になるんでね、無理して取りに行きはしないかな。はい、正直、今回、この OB 第3弾もリアタイでいるかいらないか目線で僕はもうほとんど見てます。リーグオーダーとしては見てないですね。はい、香取さん。香取さん、巨人のイメージが強いけど、セーブやったんや。ストレート、スライダー、スラブチェン、ああ、まあまあ、リアタイ的にはちょっと厳しいかな。タイピンついてるけどって感じ。まあ、多分、西武純正の方もそこまでって感じじゃない多分。はい、浅井さん。浅井さん、僕ちょっとあんまり存じないな。ああ、けどこのフォーク、変化量、位置は結構、これ、ツーシームあったら、あ、けど149キロか。そっか。まあ、ちょっと厳しいかな。あ、大杉さん、いいね。ういーって感じ。ういーって。そういう感じじゃないか。まあ、強いっすね。強い。大杉さん結構出てますからね。超パーヒーチャン存在感。うん、強い。はい。あ、大石大二郎選手。大石大二郎選手のイメージ、僕もココリコの遠藤さんのイメージあるんですよね。わかります？あの、ココリコの遠藤さんが、あの、高校時代に、本をね、その、読め、なんかこう、まあいいや、これちょっと多分、ココリコ遠藤、大石大二郎で調べたら多分出てくると思うんで、あんまりここで話す内容じゃないんで、はい。やめときます。ちょっと下ネタ要素満載なんで、はい。あ、江川さん、江川卓さん。うわ、強いな、サンステは強いですね。いやー、巨人純正でどうやるな。まあ、リーグオーダー的に欲しいなって感じはあるけどね、巨人純正のね。12球団ではいいけど、もうちょいやっぱ、なんか江川さんのストレートってすごいやっぱやばかったらしいんで、ストレートプラス事情みたいな、なんかこうちょっと浮く感じで搭載してほしかったな。あー、岡田さん。岡田さん、いい写真。さっきの大杉さんは、ういやだけど、岡田さんは、あいみたいな感じだね。まあ、セカンドで能力、まあ、だいぶ強いですけど、まあ、正直、山田哲人でいいかなって感じかな、この能力やったら。僕はね、まあ、バース、掛布、岡田、やりたいなっていうのはあるんですけど、まあ、浅村選手もいるからね、無理して取りに行く必要はないかなと思ってます。あ、山本昌さん、山本昌さんね、このスクリューが、その、内海さんみたいに高さがいじれるんやったら結構強いなって思うんですけど、コントロールもあるし。ただタイピンがないんでね、これで超タイピンチとかやったらかなり強かったような印象がある。まあ、ストレート138キロなんで微妙ですけど。あ、屋敷さん。屋敷さんは、まあいいかな。うん。足早。いや、足早。もうスーパーカートリオか。あー、黒田さん。黒田さんね。まあまあ、リアタイは厳しいです。もちろんね。この能力だと。ただまあ、サンステがね、9A 乗る。あー、けど、あ、まあ、請求スタミナの同値か。あ、請求スタミナの同値もいいな。貴重ですね。あー、強さ。あ、古田さん来てたの？そうなんや。あ、まあ、古田さんも取らないといけないな。これはリアタイのキャッチャー要員として。リーグオーダーは入らない。あ、まあ、パワー、まさに入らないな。特殊して守備 S に乗したいね。補給 A にも乗るし。最強や。最強。この写真好き。古田さんの守備じゃなくてバッティングの写真が欲しい。はい、ということでこんな感じかな。結構紹介早かった。いや、ちょっとね、第5弾にしてはちょっとどうすかね。あんまり欲しい選手がいないな。そのリアタイ的にね、もうリーグオーダーで言ったらもうこの時期になるとちょっと微妙なんで、リアタイ的にちょっと欲しい選手が正直言って新垣選手と古田選手だけなんですよね、狙いは。はい。なのでソフトバンクで引こう。はい、じゃあ10連目いきます。1時間経ってますからね、これ。ちなみに、はい、ガチャ来てから1時間経ってるんで、ガチャ来てすぐ引いた S ランク出ないからね。おい、大丈夫？はい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 。で、結構ね、僕ね、言われるんですよ、選手評価辛口やなって。視聴者からは好かれるかもしれんけど、選手から嫌われるタイプやなって言われるんですよね。この前コメントあって、まあ別にその通りですよね、本当に。まあ仕方ない、ゲームなんでね。ゲームで評価してるんで申し訳ないですけど、
別に僕が偉いとかじゃないですよ。はい、あ、出ない僕が偉いとかじゃないですけど、まあ、ゲームとしての評価はあくまでしてますんで、そこは分かっていただきたいですね。はい、って言っときながら10連目は寒いですね。うん、寒い。はい、あー、大野選手のタイトルホルダーゲットできんかったな。昨日の生放送で引いたんすけどね、暴走で出なかった。いやー、ガチャ運が悪い。いや、マジでガチャ運悪くなってる。また称号運が良くなったら次ガチャ運が悪くなる。ガチャ運が悪くなったら、え、ガチャ運が良くなったら称号運が悪くなる。これは比例してるんでね、うん、リンクしてますよ。あー、頼む、ほんまに頼む。30連までに S1 枚出て、あー、いや、えぐい。おい、おい、マサさん、マサさんちょっと使いたい。 A ランクでもいいから、 V ロードで。あー、福田さん、いやー、ないか。じゃあ、まあ、オッケーオッケー。はい、ラスト引け。あー、若部選手、オッケー。最高、2枚引き行こう。2枚引きしたらもう、あー、頼む、絶好調。うわー、レインボー。あー、ないわ、ないです、絶対ないです。もう2枚引きはおそらく、おいおい、オッケー。え、打つ打っとく、打っとく。あー、まあ、古田さん、お願いします。さあ、ここで10連目までに50パー。あー、あ、嬉しい嬉しい嬉しい。よし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 、オッケー、これ2枚引っかくですね。よし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 、江川さん、え、もう1枚。おー、清水さん、あー、びっくりしたの、鳥肌だった今。もう1枚来ると思った。オッケー、じゃあ行きます。 OB ダメ。あー、まあ、黒田さん、オッケーオッケー。黒田さん1回ゲットしたことあるんですよね。1回ゲットしたこと。9位請求の同値か、まあ、けど3500あるから厳しいかな。はい、じゃあ40連目、こっからはもう確定ないですよ。いきます。はい、ナイス、マンゲッツ、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。白、あー、まあまあ、けどオール A ランクの演出やったら S ランク出るっていうね、うん、俺の中のオカルトがあるんで。はいはいはい、あ、おお、ほらほら、今オール A ランクですよ。演出オール A ランクの演出来てます今。はい、飛ぶ、飛んで5番かい。立証できんかな。あ、おいし、大丈夫です。飛ばんかったらオール A ランクのエースやったら S ランク出る説が検証できません。あー、ないな。はい、ラスト。いやー、ちょっと A ランク欲しいな。新垣選手の A ランク欲しいよ。50連目、ナイス、マンゲッツ、レッツゴー、レインボー。まあまあ、今に一応2枚引いてますんで、確率的に言ったらね、全然大丈夫なんで。いやー、まあ、これね、打つときってなんか調子くんがでかく見えるらしいね。なんかそういうのあるらしい。打つ瞬間調子くんがでかいですよってね、あの、ひえ、なんていうかな、あの、比較したね、画像いただいて、打つときはね、若干調子くんでかいみたい。これ豆知識です。はい、ラスト。あー、よしきさん、はい、60連目。いや、 S 確定ライン怖いな。しかも 50% やからね。お、今日めっちゃ満ですね。レッツゴー。いやー、あ、これけどオール A ランクのやつか。あー、なわ。いやー、厳しいな。60連です2枚か、うん、ちょっと打つ瞬間でかくなる季節もね、立証したいよね、どうせやったら。はーい、最悪。あー、やばい、あー、危ねー、スキップしてた。危ねー、お願いします。ないか、いやー、ないか、オッケーオッケー。はい、うわ、もう70連目か。マジっすか。いやー、レッツゴー。いや、マジっすか。これ追加ですよ絶対。新垣選手も古田選手も引けてないねんから、ちょっと怖い。みんな、もうあかん。もしかしたら S ランク出てるかも。ちょっとスキップします、怖いんで。はい、さあ来い。ないか。江口涼介。はい、じゃあちょっと追加してきたんですけど、右上見てください、777です。はい、これ多分おそらく今から引くやつ全部 S ランク出ますね。うん、演技がいい。いきます。80連目か。ん、大丈夫、大丈夫ですか。フラグ速攻回収するのやめてね。777で S ランクが全部出ると言ってからのフラグ回収で S ランクが出ないっていうのはやめてね。頼むよ、分かってる。せめて1枚出て、でかく割れ。あー、そんなでかくない。はい、お願いします、頼む、もらってお願い。うわー、また爆死してるわこれ。 VIP が、今宵も VIP が爆死してます。はい、今宵も爆死、作詞作曲 VIP、 お願いしますよ本当に。あー、90連目。どうせ100連いくんかこれ。うわこれやばいな、マジで、ほんまにマジでやばいっすね。確かに OB2 枚は引きましたけど、未来ではない。いやちょっと待って、これちょっとモザイクかけていいな。
モザイクかけていい、もう見てられへんわこれ。モザイクです、もうモザイク処理ですこれ。はい、モザイク処理出てます今。最悪ほんまに。はい、じゃあ一応100連目、はい、キリがいいんでラストです。いやーこれちょっと S ランク伝統終わられへんて、お願いほんまに頼む。動画的にももうちょっとここがキリいいんですよ、キリがいいんです。調子くん、いやーお願いお願いお願い追加です。もうね、ダメですこれは。動画もちょっとボツにしたいぐらいですね本当に。はい、ありがとうございます。もう打たないね。はいはい、じゃあ皆さん、次の動画何の動画わかんないですけど、もう OB 大吾さんの動画もこれで終わりです。ありがとうございました。